ジェームズ・マクドナルド・ガーディナーは、アメリカ人建築家、教育者。米国製公会から日本に派遣され、立教学校、立教大学校で校長、教員を務めた。東京築地にあった立教大学校の校舎群や制度などを設計する。立教大学の創世期において、校長、教員のみならず、建築士としても活躍し、 米国式カレッジの設立と運営に大きく貢献した。校長退任後は本格的に建築家を専業とし、日本各地で設計を行う。京都の聖アグネス教会や京都聖ヨハネ教会などの教会建築のほか、横浜に移築されている外交官の家など、邸宅の建築も多く手掛けた。ガーディナーの次女、ハスの花は1916年に、 英国聖公会の宣教師、シャーリー・ホール・ニコルスと結婚。1925年にニコルスは、日本聖公会京都教区の主教に選出された。現在、京都にある、ウィリアムス神学館の建物は、ガーディナー建築事務所の神林慶吉が設計して1931年に完成し、ニコルスの邸宅であったと言われている。ありがとうございます。